の時は思わなかったですけどね。もがみです、よろしくお願いします。今日なんかこんなギターであれですけど、でも普通に音はします。夢かと思って頬をつねてみたところで、きっと何も変わらない、君はもういない、一人の部屋、壁に残ったカレンダーに書き込む予定ないままにも、時もやり過ごす、鏡に映った顔があまりに冴えないから、いっそ無理に笑えばこわばる口元引きずってた、泣きたい時は泣けばいい、けどプライドが邪魔をして、悪循環、十中八九十中で月中アンポンタンな魂胆は簡単、ワイルドからハイレプロファイル、君に届けと電波飛ばせと、一発回答なんてないと、何度だってちゃんとファイト切った、旗なんて知ったことが、意地を張っても君にかなわない、ママさん、君からもらった条件揃ったり打ちかけた、だけど見えない未来、君はもういない、想定外、ダダをこねてもたった一人、当てにならない占いにも心惑わせる、一体感と瞬間の快感、確信半すぎる罪悪感、君が笑えばそれでもいい、それに迷う頼りないペーパープレイ、電光石火、途中経過、意識低下、見えた結果、いつか確かな何か伝えるんだ、次に君に会うまでの勝手に、永遠に、一体感と瞬間の快感、確信半すぎる罪悪感、君が笑えばそれでもいい、それに迷う頼りないペーパープレイ、電光石火、途中経過、意識低下、見えた結果、いつか確かな何か伝えるんだ、次に君に会うまでの勝手に永遠に、ありがとう。次に君に会うまでの糧にという。目の前見たらなんか違う歌の歌詞よくあるんだよね。愚か者の歌で
僕には恋の歌は書けません。愛しさの意味さえも今はわからない。悲しみ知らない僕に悲しい歌は書けません。切なさの味なんてとうに忘れました。誰か僕に教えてください。その人を愛する術を僕には愛の歌なんて作れやしない。僕には愛の歌なんて歌えやしない。ここまで
ない里、君はすべて萌えの街にかけるつもりで生きたけれど、今もジェファーソンホテルから、西武新宿線が一番弱いんですよ。それ大げさや、大げさやけど、あんまり乗る機会がねなくて、だけど、小学校のね、5年生の時から中学1年生まで実は中野区に住んでました。中野区上高田って言うんですよね。小学校もだから中野区で、今は統合されてなくなっちゃいましたが、中野昭和小学校というところの出身でございます。でそこから中野三中というところに入ったんですけど、で1年間だけいて、読んどころない事情で転校しましてで千葉の方にですね、行ったんですね。今でもその中野から千葉にね転校した時のことはよく覚えてて、僕がいたところは千葉市だったんですけども、千葉市でも結構まあ、奥の方というかですね、今でこそモノレール通ってるんですけど、昔は本当に、バスでずっと行くような場所だったんですけども、そこにやっぱり東京からこうバッと移っていった時に一番驚いたのは、まあ中学生じゃないですか、
同級生のね子供たちのほっぺたがみんな赤いんですよ。これは本当にびっくりしました。だって千葉と東京の隣じゃないですか。隣なのにこんな違うんだみたいなね、なんかびっくりしたのを覚えてますけども、まあでもあのすぐ慣れてね、自分も多分ほっぺた赤い子になってたと思います。まあそんなもんですよね。3日ぐらい前に、長野県のね佐久というところに出かけてまして、まあ、ちょっとあのある工場のね、取材に訪れたんですけども、で、まあ、新幹線が今通ってるんで佐久平という駅があってね、その佐久平の駅に8時20分に来てくださいって言われて、8時20分に佐久平は大変なんだよね。まあ一応始発でこう出ると間に合うんで行くと、まあ、佐久平まで、お迎えが来ていてですね、でその人たちと一緒にその工場まで車で30分ぐらいかかるんですかね、行ったんですけども、なんかとってもあの立派なね、工場だったんですけども、まあ、そこでその工場の社長さんが出てきてね、まあ、結構海外にも、工場を持ってるような大きな会社だったんですけども、いろいろ話をしていて、まあ、会社のことをいろいろインタビューで聞いたんですけども、最後にあのやっぱり社長の人と何が分かった方がいいよねっていうことで、その社長ところで社長あの普段趣味とかは何か終わりなんですかって言ったら、バンドをやっていますって僕はギターを弾いていますみたいになってですね、こいつのただものじゃねえぞみたいな感じですね。でよくよくその後、まあ工場の案内とかしてくれたんですけども、足元を見るとですね、社長ですよ、社長でこう一応こう、まあ、あのネクタイして作業着着てね、なんだけど足元はね、あの金具がついたブーツを履いてた。これはただものじゃねえよ。でも社長なんですよ、一応あの世界にこう工場があるね。でいろいろ話を聞いていくと、どうも、まあ親父バンドみたいなのを組んでいてね、でそのうち向こうも乗ってきてこうスマホでこう動画を見せてくれたりとかしたんだけど、で歌ってる歌はなんか工場労働者の歌を歌ってるんだよね。でなんかこうなんかちょっ と,、ビートっぽいなんかブルーハーツみたいな、ボーカルの人もブルーハーツみたいな感じのね。いくつぐらいの時期、その社長さんは。社長さんは多分、40後半ぐらいですね。まだ若い、僕とそんなに変わらないと思います、僕よりは下でしたけど、多分まあ50いくかいかないかぐらい、でまあそういうなんだろう、そういう音楽をやってるって。でなんかその、社長、他のバンドメンバーもみんなやっぱりいろんなところの社長みたいで、地元ので、映画もなんか作っていて、その映画の挿入歌もやってるんですみたいな話でですね、映画今度渋谷でやりますから見に来てくださいみたいな話になって、なんかそういう話になったんですけど、いややっぱりいるんですね、そういうなんかいろんなことやってる人って、ね、でもなんかそのあのブーツの金具になんかちょっとこだわりを見ましたね。あれは普段からあの格好してるのかなとかして、すごくあの、でもまあ本当に咲くいいところでね、もうあのまあ行った日はたまたまそんなに寒くはなかったんですけどもね、午前中取材をしてお昼まあちょっとそばをごちそうになって、恋じゃなかったか、残念ながら、ね、そうでした。恋はない。で帰ってきたんですけども、で帰りあの送ってくれた人たちと別れて新幹線に乗ろうとしたらですね、なんかすごいお尻がスースーして、おかしいなおかしいなと思ったらですね、お尻のところに大穴が開いてて、僕のですよ、大穴が開いてて、なんか非常にこうよろしくない状態、後ろから見るとなんかやばい感じに言ってね、それがいつその穴が開いたんだかがね分かんないんだけど、そば食う前はそんなスースーしてなかったんで、なんかそばをなんかケツが切れるようなそばだったんですかね、今思うとね、はめられた感じがしますけど、まあそんな、秋やも冬ですね、柵に行ってきたという話でした。飛べないバタフライという歌。
Me
尻に渡る人影伸びた髪を束ねて幼い少女を連れた見曲がうはずのない君の今の姿あどけない横顔が時間を戻すけど食べないか足をすくませた下心という歌です。さっきみちくんが石田三成の歌を歌ってましたけど、僕はあんまり決して歴史とか得意じゃないんですけど、一番最初に読んだ歴史小説っていうのが司馬遼太郎の関ヶ原っていうやつだよね。嶋佐君が主人公なんですけども、すごく石田三成目線で書かれているんで、僕は最初は結構石田三成とかどっちかというと三成びいきだったんですけども、だんだん嫌なやつだったのが分かってきていや、そんなことはないんだけど、そんなことはない、会ったことないから、ね、その後同じ司馬遼太郎の城塞っていうね、小説が、これ大阪の陣のことを書いてる。それで一気に僕は真田ファンになって、で真田太平記が大好きなんですね、池波正太郎の真田太平記を、まあ、愛読したんですけども、で、まあ、今年真田丸をやっていてね、またその僕らが知ってたような話とは史実はだいぶ違うんだななんてことをこう学びながら、やってるわけなんですけど、ひょんなことから今仕事でですね、僕はあまり僕は地図とかね、地理とかそっちが専門なんですけども、歴史の仕事をすることになって今、一生懸命原稿を書いてるんですけども、来年の大河ドラマがですね、井伊直虎っていうね女城主が主人公になってて、その井伊直虎のガイドブックを、作るっていうね、某日本自動車連盟の仕事なんですけども、
ここだけの話ですよ、を作ってまして、で、まあ、僕は一応あの、若干そのガイドの取材をしてきたりとか、あとまあコラムを少し書いたりとかしたんですけども、直虎のところをずっと書いてきたね、あのストーリーを書いてきた、ライターさんが、パンクしまして、あとは頼むというところでですね、あの直虎が死んだところから僕にお待ちが回ってきます。だけど知らないんですよ、全然。直虎なんて全然わかんない。誰これみたいな話で。で、僕が書くところは、井伊直政っていうね、はい、直虎の後を継いだ直政のところなんで、まあ、直政は結構いろいろ資料が残っていてですね、今日まさに関ヶ原のところは書いていたんで、そうです、まだ頭の中すごい関ヶ原になっててね、なんかすごく、あ、直政が、関ヶ原でまあ抜け駆けをするっていうね、話があるんで、まあ、あの抜け駆けをしたっていうのはどうも嘘らしいんですけどね。で、最後、まあ、関ヶ原の戦いで皆さんご存知の方も多いと思う、なんで今日ここで歴史の話をしてるんですか。小早川秀秋がね、寝返って、大谷義次のところにねこう突っ込んできて、で次々と寝返って、西軍が壊滅するという中でですね、最後敵中に島津義弘の軍勢がですね残されてしまうんですね。でその島津軍が最後敵中突破をして、ね、脱出するっていうとんでもないこここそ大河ドラマにしろよっていうのね脱出劇があって、その脱出したのを追いかけたのが直政なんですけども、あで直政は、でその島津のやり方はその1500ぐらいの兵力だったんですけども、もう敵中突破して、まあ、敵もまあびっくりするわけですよね、こいつら何考えてるんだみたいな感じでですね、やって、で逃げながら自分たちの部隊を小分けにしてこう置き去りにして時間を稼ぎながら、そいつらが壊滅する間に時間を稼ぎながらこう逃げるっていう戦法で、とうとう島津義弘を逃げ切るんですけども、息子死んだんだよね。そうです、息子死にましたね、すぐ終わりですね。でとにかく逃げ切ったんですけど、その時に、井伊直政が、後を追って、た時に、まあ、銃弾を受けるんですね。でその銃弾が元で2年後に直政は亡くなるんですけども、でにもかかわらず関ヶ原の後の戦後処理で活躍したのも直政で、その島津と、家康の間を取り継いだりとかね、あと真田の城名嘆願をしたりとか、あとまあやっぱり西軍の総大将だった毛利輝元の取りなしをしたりとかも全部それを直政が、まあ、やったと、いうような話なんですけども、で石田三成の後に沢山城に、うん、入るんですけども、まあ次の代になって彦根城に城を移すわけですけども、それを完成を見ることなく直政はまあ死んじゃうんですけども、というところまでさっき書いてきました。だからこんなにスラスラ覚えてるの。詳しい。いやいや詳しいんじゃなくて今日調べたんです。こんな適当なやつが書いていいんだろうかっていう。で明日はその後のね、直継と直隆のところを書いて、最後井伊直弼が桜田門外にね、やられるところ、まあそれはちょっと触れて終わりにしようかなというふうに思ってるんですけども、今そんなことをしてます。眩しいほど海の光が目に焼き付いて心を離れない。今ではもう遠い笑顔をまたこの街のどこかで探してる。
久しぶりに立ち寄ったその場所、二人いたホームも朽ち果てて、沖に浮かぶ船はもう面影切りながら下へ走り出す。
作ったきっかけっていうのが ある人にね、尾上さん今度密会しましょうよって言われて、それを言った瞬間に密会じゃねえよなと思いながら、でもその響きいいな、もらったっていうことで、最初にできたのがタイトルです。それから曲を書いた密会という歌です。今日はどうもありがとうございました。君が待つ店の階段を登り、重い扉も開けた。僕を迎える小さな背中、悲しげな光に映る。今夜で最後と決めてた仰せは、思いのほかもろくて、君の両手が僕を包んだ。それだけが今の真実。ときめきはいつしか切なさに変わり、儚い茜の空を焦がす。わかってる。それでも戻れないままに、思いを重ねてゆく。言葉はいつでも不確かなもので、気持ちとは裏腹に、いつかつぶやく最後のセリフ、ばかり。季節外れの穏やかな日差しは、今の僕かってる。それでも戻れ
ありがとうございました。モナミでした。またよかったらお会いできたら嬉しいです。今日もありがとうございました。飲みましょう。飲めない。